感染力がものすごい強いです、うん、ですから健康な人にも移っちゃうんですね。インキンタムシも白癬菌だったんだ。そうなんです。このマットやべえじゃん。お疲れです。カビバスターズ世良団長です。今日は一般社団法人微生物対策協会の今田理事長に水虫について聞いてみたいと思います。まあこれからの時期温度が上がってくるので靴の中も蒸れてきます。日本人は7割8割は水虫で悩まされてるそうです。ですので、まあ、今回の動画は水虫についてのお話をしていただきますので、今悩んでる方、そしてこれから水虫になるかもと不安の方はぜひ最後までこの動画を見てください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。 GO!水虫ってこれ何かというと、カビが皮膚に侵入するんですね。そしてその皮膚の中で増殖します。そういう病気を水虫って言います、ね、じゃあその原因は何かっていうと、聞いたことあると思うんですが、白癬菌と言われるカビなんです。団長、白癬菌って結構聞きますよね。聞いたことはあります。水虫イコール白癬菌みたいな感じで、そう、はい、で白癬菌っていうと結構種類があって、例えば足にできるもの、そういうものを足白癬という名前もつきます。それから実を言うと爪にもできるんですね、爪も皮膚の一部ですので、ですので爪にも当然水虫が移ります。そういう、爪に水虫が移る、ね、病気を爪白癬と言います。それから例えばこれインキンタムシも白癬菌だったんだ。そうなんですよ。股とか、まあ、頸部、こういうところにコブ白癬というね、名前で言われるんですけど、これインキンタムシという別名がついてます。でインキンタムシもカビなんですね。で、白癬菌なんです。それから例えば背中とかお腹、ね、こういうところにもなんかプツプツプツっとね、かゆかったりするような、ね、まあ、ものができることがあるんですけど、そういうようなものよく皮膚科で調べてみるとそうすると体部白癬って言われます。これタムシです。それから頭部、頭にも当然白癬菌が繁殖します。でこういうものを頭部白癬といって白クモと言います。髪が抜けたりとか、痒くなったりとか円形の脱毛になったりとか、ね、してきます、ね、そういうような特徴のあるものが、頭部白癬白クモと言います。で日本ではインキンタムシとかタムシとか白クモ、こういうような名前で水虫、ね、呼ばれています。水虫って結構じゃあタムシも中学校の時とかあのサッカー部とかああいうのでウェアがどうのこうので映るとか、そうなんです。で足も大体みんななったことあるよ、水虫を。ほとんどなってます。8割ぐらいなって治ったりとかしてますから ね、 ね、そしたらメジャーな病気ですよね。そうです。で日本ってカビって当然繁殖条件があるじゃないですか。水が必要、それから温度で栄養分、ね、でこの3つさえ揃えばカビですからどこにでも繁殖します。で私たち人間の皮膚にも当然繁殖するんですね。でカビって基本的に例えばカンジダとか、ね、常在菌、僕のここにもついてると思います、ね、いろんなついてる。でこれなんかは健康の人は病気になりません。ですけど水虫に関して白癬菌に関してはこれは感染力がものすごい強いです。ですから健康な人にもうつっちゃうんです ね、 ね、これが水虫というものです。だから水虫の人の靴履くとすぐうつるよっていう。そうです、ね、でただアレルギーみたいな形で何ヶ月とかっていう形でなるわけではないんですけど、それでもスパンとしては非常に短いです。例えば白癬菌はだいたい1日24時間ぐらいで皮膚に侵入してくると言われるんです。でどうして皮膚に
進入するって不思議でしょ、うんね、まあ、菌糸が伸びてくるってこと。そう、菌糸が伸びてくるんですけど、僕たちの皮膚に菌糸が入り込むってなんかありえないじゃないですか。でもこういう建物にも生えとるじゃない、いろんな。あ、生えてます、ね、だから入ってはくるんでしょう、ね、だけど私たちの表面にはバリア機構があったりとか、そういうものでなるべくそういうものが入らないようにしてるんですね。ですけどこう中に侵入するってどういうことかっていうと、カビは栄養素必要じゃないですか。その栄養素が、白癬菌の栄養素は何かというとケラチンっていうものです。例えばね、髪の毛、髪の毛って主成分ケラチンなんです、ね、タンパク質、そのタンパク質を分解するんです。白癬菌はそのタンパク質、ケラチンっていうタンパク質を自分の酵素で分解したものを養分として取り入れて、そして侵入してくるんです、そういうものが水虫、白癬菌なんです。白癬菌というカビの特徴は感染力が非常に強いんですね。そして健康の人の皮膚にも感染する、これが一番の特徴です。次にですね、水虫の発生のメカニズム、これについて少しお話をします。先ほどもちょっと、ね、お話をしましたが、白癬菌っていうのは皮膚の表面に長い間付着します。じゃあ長い間ってどのぐらいかっていうと24時間ぐらいですね。そのぐらい付着してるとケラチンを溶かす酵素によって皮膚の中に入ってきます。そして先ほど言った皮膚というのは角質というものです。で、角質っていうのは表面なんです。そう、表面なんです。で、これは僕たちって細胞でできてるじゃない、多細胞生物ですごく60兆の細胞でできてて、そして皮膚も細胞でできてるじゃないですか。でも細胞って死んでいくんですよ。で、細胞は死んでいきます。で、死んだ細胞の集まり、塊が角質なんです。赤でしょ。赤です、ね、ですから皮膚の表面の角質って僕たちの死んだ細胞の集まりなんです。で、それを白癬菌が酵素で溶かして侵入していきます。ですからケラチンを溶かして栄養源にして皮膚に侵入していきます。そして先ほど話した24時間かけて角質に侵入していきます。水虫の発生条件っていうのは、当然水虫はカビですので、カビの発生増殖条件と一致します、うん、足なんかは湿ってますよね、うん、靴下も履いてるし、靴下も履いてる。そう、それから、適度の温度あるじゃないですか、うん、そして表面は栄養素飛んでますよね、うん、ですのでもう要するに足なんかは水虫の発生する一番好条件ですね、手とかよりは、手は乾くときもあるんで、そうです、足なんかはもう水虫吐いてくださいっていうようなものですね、一日靴履いとったらやっぱり足の中も蒸れてる、蒸れてます。そうですね、でも結局清潔にすればいいんですよ、うん、まあよく洗って。そうですね、カビバスターズはみんな水虫いないですからね、カビ取り剤みんな全身に浴びてるから除カビ剤が体中に浴びてますからね養生してても浴びてますからね要するに白癬菌っていうのは、もうどこにでも生える、ね、皮膚のどこにでも生える、菌、これが白癬菌です、はい、先ほどのものをちょっと図説をしていきます。発生のメカニズムで、これが角質層です。皮膚には表皮とか真皮とかそういうような名前の部位があります。角質の下はもう漢字読めないですね下流層と言いますね。それから有極層とかちょっと難しいですよね。基底層っていうんですか、それ。そうです、基底層。実際表皮っていうのは死んでいる細胞の集まり、角質、それから下流層、それから有極層、そして基底層、これを表皮と言います、うん、で、白癬菌はこの中の死んだ細胞、角質層というところに侵入します、はい、ですので最初角質層に、まあ、付着するじゃないですか、うん、そしてこの白癬菌が酵素を出しながら
角質層を溶かします。要するにケラチン、これの主成分がケラチンですので、ケラチンを溶かしながらそのケラチンを栄養素としてもらって、そして侵入していきます。その後どうなるかというと、その次の顆粒層まで入るんだ。顆粒層、そうですね、顆粒層、顆粒層っていうところが、これは生きてるんですね、うん、ですのでここまで入ると、ここにですねちょっと厄介な、僕たちにとっては非常に正義の味方の細胞がいます。これ白血球、免疫を司る白血球っていう。でここまで来ると白血球が助けてくれるんですね、僕たちの免疫機構で、ね、要するに戦ってるわけ、戦います、戦をしてるのね、そうです、排除しようとします、ね、でとにかく体に悪いものを 排除しようとしてますので、そしてそこで戦います。でそうするとかゆみが出たりとか、ね、ちょっとした痛みとか、それから水が出たりとかしていきます、ね、ですので、じゃあちょうど戦ってる時にそういうことが起きてるんだ。そうです、ですので角質層まではもうまだいいんですけど、ここに入り込もうとした時にやっぱり先ほどのかゆみとか、そういう水が出たりするじゃないですか、ね、なんですね、次に白癬菌って種類があるんです。白癬菌1種類じゃないんです、ざくっと大きく分けて人抗生菌という、これ何かというと、ね、人から人にうつるものです、ね、人に寄生して健常の人にうつす。この動物抗生菌っていうのは、これは動物ですので犬とか猫とか、ね、そういう動物が、この辺も持ってんだ、持ってます、はい、だって犬とか猫も皮膚でできてるじゃないですか、表皮、ですので当然同じ人間と同じですので、もう水虫持ってます、ね、ですのでその猫とか犬とかが人にうつします。そういうものを動物抗生菌と言います。で基本的にこの人抗生菌というのは人が大好きですので人に寄生してきます。トリコフィトン・ルブルン、これはこのルブルンっていうのは僕たちが感染する水虫のだいたい8割とか7割ぐらいはこのルブルンです。その他に動物からうつるもの、カニスっていうものがあります、ね、ミクロスポルムカニス、これは猫とか犬、ね、から感染していきます。そして、土壌抗生菌、これは一般的に土壌、土の中にいてそこから感染するというもの。大きく分けて人抗生菌、人が好きだよ、動物抗生菌、動物が好きだよ、うん、それから、まあ、土の中にいますよと、ね、こういう大きく分けて、3種類、ね、こういうような種類があります、うん、感染経路なんですけど、先ほどもう大体皆さん分かってますよね。感染経路っていうと、うん、一般的にバスマットとか、うん、こういうもの言うじゃないですか。バスマットなんかはお風呂入りますから、お風呂入ると角質層が剥がれるんですよ、うん、だから剥がれてバスマットの、ね、そうなんですね、バスマットのところに付着します。そしてそのまま素足で乗ってます。風呂屋のマットやべえじゃんかなりやばいです。でも風呂屋さんはまあいろいろね、綺麗にねクリーニングしていると思いますので大丈夫かと思います。いや、その水虫だらけの足で踏んだ後がやばいよね家のバスマットもそうです。家族で一人おったらいたら移りますので、それから絨毯もそうです。そして、まあ、スリッパとか、ね、靴、これも分かりますよね。バスマットで、ね、付着したものをそのまま、靴で繁殖をして水虫に移ったりとか、ね、それから一つちょっと忘れがちなのが爪切り。爪も皮膚の一部です。爪も水虫になります。ですので他人の爪切りで爪を切って、ね、そうすると移ることもあるんです。ですので前爪切りで切るようにします。いや風呂屋行けんくなる、サウナ行って爪切ったりするもんな、それは爪も爪白癬っていうものがありますので爪も水虫になります。でペットも毛が抜けますのでそこに白癬菌、水虫がついてて、そしてそこから移るケースもあります、ね、ですので感染経路って直接水虫の、ね、菌がつく
ね、人と人でつくのもそうなんですけど、角質層がマットについて、そして、皮膚につく、それから猫とか犬、こういうような毛がついて、水虫になるということがあります。ですので、やっぱり清潔にするということが非常に大切ですよね。次に予防です。もう予防はカビですので、3つの条件、水、栄養素、温度。まあ温度はどうしようもありませんので、栄養素もあるじゃないですか。ですので、ね、水分を気をつける、要するに、乾燥させるということです、ね、それからお風呂入ったりとか、白癬菌、水虫に触ったなと思ったら、もうすぐに手洗ってください。清潔にする、それが一番ですね。手や足をよく洗う、それから乾燥させる、そして吸湿性の良い靴下、蒸れない靴を履く、それから爪切り、ね、これは貸したりはしないということですね。借りたり貸したりはしない、全体でいうと清潔にしましょうということですね。これもはっきり言ってカビじゃないですか。そう、建物と一緒ですね。一緒、全く同じです ね、建物も結局は換気通気しましょう、掃除しましょう、本当そうです。乾燥させましょうみたいな。ハウスダスト、ダストの中にもカビがいますでしょ、うん、でカビということは白癬菌もいるんですよ、うん、だって角質層が落ちてるじゃないですか。それを食べる、ね、ハウスダストの あれもこういうフケだとか、そうです、髪の毛もあるし、そう、ある、ね、資料によると、ね、ダストの半分ぐらいカビですよという、ね、うん、資料もありますので、ハウスダストもやはりカビが入ってる、要するに水虫の白癬菌も、ね、いるというふうに考えておいたらいいですね。水虫予防はカビ予防と同じことですので、カビを予防すると思って、ね、水虫予防してみてください。じゃあ先生、今日いろいろお話聞かせていただきました、ありがとうございました。あ、いえ、またいろいろ聞いてください。白癬菌は感染力が強くて誰にでもうつるということなんで、皆さん気をつけて水虫にならないようにしましょう。またカビについてわからないことがあれば、コメント欄に書いてください。お願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほんじゃ次の動画でまたお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。 バイバイ。カピバスターズ LINE 公式アカウントでは手軽にお問い合わせできますので、お友達追加の方もよろしくお願いいたします。